はい、今日もあなたと役所天国。はい、本日は6月16日曜日ですね。涼しい地だってやっぱり動くとね、汗かいてね。はい、まだ氷が残ってますんで。今日はね、午前中ナスこちらに植えて、午後はねちょっと太陽熱マルチ張りたいんですよね。はい、ということで忙しいです。明日はねできればねちょいと遠方に出かけたい用事があるんですけど、行けるかどうか今日のこの仕事にかかっております。私の残りの人生はあとおそらく十数年なので、その間にね行ける時に行っとかないともう無理なんですよね。もうね、皆さんもね私より年上の方おられるかと思うんですけど、行ける時に行っとかないともう無理でしょ。ね、今までの僕ももっと海外旅しときゃよかったなって思うんですけど、もう無理ですから、それ分かっとる分だけね頑張ってね、こうやって国内で行けるとこがあるんであればガンガン行こうと思います。どういう風にすればいいかな。素手でいいか、こうやってね、よっ、はい、植えていきましょう。そこじゃない、ここか。そのイノシシ君がもう走り倒してますんで。よいしょよいしょよいしょね、よいしょ、はい、おお、よし、この株がでかいとねちょいと植え付けはグッグッとね上からかなり抑え込まないといけないんですけど、よいしょ、特に話すこともないんですけど、東京都知事選挙っていうのがあるんですか。東京の人たちのあれですか、トップを決めるあれですか。私たちね地方に住んでる者にとっては関係がありませんが、関係がないことがないの。どれぐらい関係があるのかすら思うんですけどね、地方創生とか地方がどうのこうのってまあねこうやって言われたりすることが多いんですけど、あんなのそっぱちですよね。だって大概のことは東京で決めてるんですから、東京でね地方のことも決めてるわけだから、予算も含めてね、なんか地方交付金とかその各自治体のお金も含めて地方にね消費税とか、ほら例えばこうやってこういう田舎のスーパーとかいろんなところで消費税を私たち払ってるわけだけど、それを地方に県に入る仕組みを作ればまだいいんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあ日本のね官僚がそんなこと許すわけないんで、その辺なんだろうと思うんですよね。予算、まずほら大人の社会はまずお金でしょ。そのお金の配分がね多分うまくいってないなっていうのはあるんだと思うんですよね。それがもう中央に集まりすぎていて、だからそこを握ってる省庁や役所が自分たちのしたいようにしているっていうのはあるんだと思うんだけど、まあ特に最近よく言われてる相続税って何よって話でね、ちゃんと計算すれば分かりますけど、相続税3代続くともうほとんど資産ってなくなるわけですよね。そうするとさ100年続く企業だとかっつったってえらいことなわけですよね。まあ
そういうことも考えると相続税がない国もあるわけで、私たちの国は一体どうなっとるんだっていう話でございましてね。まあ言ってもせんないことですけど、イノシシの穴のところにこうもみ殻を置いていきましょう。結構歩かれちゃったねこれね。よいしょよいしょ。よいしょ。僕が生まれたのは1965年なので昭和40年ですよね。で、おそらくそれぐらいからね、第二次大戦が終わって、あれが昭和20年ですから20年経った時点で、おそらく昭和、僕が生まれたぐらいから日本はね経済発展を遂げてきたわけですけど、僕はね中部地方の山奥にいたのであんまり分かってないですけど、でもね高校ぐらいね、中学高校そしてこう大学とね、なんかこう日本のその一番元気な時のね、あの雰囲気とかっていうのは子供ながらになんとなく覚えてるんですよ。で、特に僕の場合は大学生の時にね、もうバブル絶頂の頃に街で働いてたので、そういう経験がある人だったら分かると思うんですけどね、本当に街が、決戦は金曜日っていうドリカムの歌があったように街が浮かれまくっていてね、今思えば単なるバカ騒ぎだったんだろうっていうね気がしますけれどもね、日本が元気だった時代があったわけですよね、かつてね。まあいいのか悪いのかそれはよく分かりませんけど、別にあの時代がもう一回来りゃいいとは俺はだって俺持ってないですけどね。よいしょよいしょ。でバブルが崩壊してね、30年か40年かこう経って、やっぱりこの30年ぐらい本当にね、私がちょうど30ぐらいの時ぐらいからなんかね雲行きが怪しくなっていきましたよね。本当にダジョブなんかいっていうね。特にまあ私は30過ぎてからこうやって田舎にね、で今日を移してこうやって農業をやってきたので、その自分は田舎で育ちましたんでね、田舎というもののそのなんか感覚がね、子供の頃とそして僕が30過ぎてこうやってね農業の世界に入ってきたこの感覚とやっぱりこう違うですよね。でまあ農業はね本当にこうずっと衰退の一途で、もう100万人を切ってるんですよね。皆さん最盛期は600万人700万人近くいたんですけども、今や6分の1ですよね。 Windows が95、 Windows ME、 Windows XP とこうね新しくバージョンアップしてきて、別にそれはいいわけじゃないですか。前の Windows の OS を覚えてる人、あるいはそれが役に立つことって新しい OS が出てきたら必要ないでしょね。果たして農業はそうなのかって話ですよね。別に米や大根作る人がいなくなってもいいんじゃねえのっていう、そういうノリでずっと日本はやってきたんですけど、さあそれがどうなるかっていうね。別に人口が減ってってるから米や大根作らなくてもいいよっていうのがね今のこのシステムですけど、さあそれが本当にそれで問題なければいいんでしょうけど、そういくかねとね、あれかもしれないですよね。例えば今から30年後か50年後もっと100年後になると、全てこうサプリメント、例えばほらなんかよくわかんないですけど、ヒマラヤ行く人用のためのなんかこういうちっちゃい、こういうねなんかビスケットのちっちゃいやつを、それを食べるとお腹いっぱいになってっていうような、そういうサプリというか栄養食みたいなのがあるらしいじゃないですか。つまりもうそういうものになるとね、その大根とかキャベツとかそういうものを調理してね、
むしろそういうものは多分もしかしたら嗜好品になる可能性がありますよね。懐石料理とかね、一般の人はもう食事を取るっていう習慣がないとね、みたいな世界が来る可能性もゼロじゃないのかなって、今のその健康ブームのあれでね、全てをそうやって計算し尽くされたサプリで、それを朝口の中にパクって入れるだけとね、それで栄養分は満たされるみたいなね、そういうものが開発されて、でもね、皆さんどう思います？僕はね、そんなに都合よくいくかなと思うんですけどね。例えば月とか火星に人類は行きたがってる人はいると思うんですけど、皆さん人類って宇宙で生活できると思います？僕はね、できないというのが僕の見立てなんですよ。なぜかっていうと、多分人間というレベルにおいてはね、3次元のこのレベルにおいては成層圏を出ることが許されていないというのが僕の見立てなんですよ。なので肉体的にもそういう機能は備わっていない。だから重力とか、そういうこう今の私たちこうやって受けてる太陽光とかね、それが多分成層圏の中においてじゃないと人間はビタミン D を生成することができないとか、そういう体の仕組みになってると思いません？で、俺はやっぱりそこを考えれば宇宙に行くっていう選択肢は人間にはもともと許されてないんじゃないかっていう気がするんですよ。で、もし行くんだったら別の次元ですよね、というふうに思います。それだから、それは死んだ後の話だって話でね、3次元の我々のこの世界では行ける許可が与えられてないというふうに思いませんかって話ね。だとするとね、ロケット一生懸命打ち上げたりなんやかんやすること自体意味ないでしょ、というふうに俺は考えてるんですけどね。その辺は皆さんどうお考えになりますか？そういうのって極めて保守的な考えなんですかね。でもなんかそんな気がしません？宇宙ステーションに1年滞在するだけ日本に帰ってきたら歩行できないんですよ。筋肉が弱っちゃってね、皆さん見たことあるでしょ、宇宙飛行士のあのリハビリ、もうほとんどなんていうのかな、全く立てないんですよね。それぐらい筋肉とあれが、だからやっぱり重力って大事なんですよね、あれを見た時にね、いやー、多分そうすると内臓だとかいろんなことが地球上で生きてる時と多分変わってくるんじゃないのかなっていうの、多分そういうのは研究してる人はいるんだと思うけど、なんでその辺がどうなんですかね。問題ないっていうふうにしとかないと予算が集まらないから。イーロン・マスクさんなんかはね、火星に行きたがってるわけですけど、どうなんですかね。まあうちは夢があっていいですよね。俺も別に嫌いじゃないですよね。宇宙人と会えるなら会ってみたいと思うけど、もう少し根本的なところを考えるようにした方がいいんじゃないかなって思うんですけどね。本当にそれが不可能だっていうふうになってるんだったら、やっても意味ないじゃないですか。だとすると我々人類はもうちょっと地球自体に、本当にそのね、地球をもう少し生かすね、このガソリンがなくなった後どう生きるかみたいなことはね、エネルギーも含めて、この間ラジオで喋りましたけど、皆さん、これ YouTube でも喋ってるかもしれないですけど、アマテラス粒子っていうのがあるんです皆さんね。それはあくまでも名付けただけですけど、こう1キロ四方のところに、 1キロ×1キロの地球上のところに、こうやって宇宙から降り注ぐ宇宙線を観測してるところがあるわけですね。はい、そうするとね、1世紀100年に1回ぐらい、その宇宙線、いろんな粒子が僕らの体も突き抜けてるわけじゃないですか、宇宙からそのね、飛んでくる、そういうあれでもって、でその中に100年に1個ぐらいの割合で異様にエネルギーが高い粒子があるということが見つかったとね。それをアマテラス粒子って名付けてるんですけど、そのエネルギーの量、 1g でいいですか、 1g ですよ。まあ粒子ってほら目に見えないもんだからですけど、 1g の大きさに換算すると地球を破壊するほどのエネルギーなんですよ。ということはね、今のこの地球上にあるものの、だから逆に言うと、それ1グラムを
エネルギーとして運用することができればですよ、その宇宙船を、宇宙船のそれを1グラムを地球上のエネルギーに転換することができれば、人類は永遠にフリーエネルギーなんですよ。ですよね。おそらく多分ね、そういうものを宇宙人とかはもしいるんだったら利用してるんだろうなって思いません？で、そういうものがあるということまでは発見できたわけですよ、人類はね。あとはそれをどうやってこう使うとか見つけるとか、それは知りませんけどね。だからやっぱりそういう意味では宇宙は面白いですよね。無限のこう輝きというかね、夢があるなと思うんですよね。でも多分そういうことなんだろうなと思うんですよね。私たち人類がこうエネルギーとかさ、食料とかでこうやって争ったりしてるっていうのはやっぱり次元の低いことでね、本来だったらそれはもっとね、簡単なことなんだろうなと思うんですよね。多分地球上でおそらく 人間が生きていくためには、こういう大地を耕すとかね、ある程度のそういう仕掛けをうまくやれば、みんなが生きていける仕組みはおそらく揃ってるような気がするんですけどね。地球的な自給自足っていうんですか。だからそこにおいてね、どれぐらいの化成肥料だとか、そういうケミカルなものが必要なのかはしっかりと計算した上でね、リン酸肥料だとかそういうものが不足だから食料供給がうまくいかないって言われてますけど、その辺もしっかり計算した上でね、その上でのオーガニック農業とかっていう風なものだから、しっかりとメカニカルな意味でのそのオーガニック農業みたいなものをね、やったらいいんじゃないかなって思うんですけど、さあどうでしょうかって話でね。私があくまでも言ってることは絵空事ですけど、あっち暑くなってきた。よかったね、雨が降ってね、もう冠水はしません。はい、ということで植え付けて、これでこの支柱張ってね、支柱斜めに張って、この縦の支柱を刺して、一応誘引はしておきます。この大きさなんでね、そこまではやっておきますよと。あ、だいぶバナナピーマンも大きくなってきましたね。7月以降になったら収穫始まると思うんですけどね。はい、間にこうやってシシトウとバナナピーマンを入れて、そしてこのナスを植えてるので、この何メートル4メートルぐらい、病気が伝播しないかどうかね、どうですかで、隣に丸ナスをね、8月9月植える予定ですね。それが10月ぐらいまでという形で、これがね、今植えてるこの白丸ナスが8月ぐらいから本格的に取れてくれればね、大丈夫です。おそらくね、ナス千両大屋庄屋オーナーがあたりがね、枯れてきて、それが7月の終わりぐらいで終わって、こっちが8月の頭から取れれば予定通りなんですけどね。さあそういくでしょうか。よいしょ、はいはい、支柱刺しましょう。思った以上にマルチの中